こんにちは、みいこです。今日はちょっと遅くて短い夏休みのとある日、以前からとっても行きたかったお宿へお泊まりしてきます。今回は東北本線で行きました。着いたのは松島。ここでホテルの送迎バスを待ちます。待合室はこんな感じになっています。お迎え無料シャトルバスは予約不要。定時運行は1本だけですが、これに乗れなくてもその後17時まででしたらお電話すると駅まで迎えに来ていただけます。松島海岸駅でももちろん OK です。この日バスに乗っていた先客はお二人。下車後そのお二人はガラス美術館へ向かっていたので、お泊まりの方ではないのかもしれないですね。宿泊の方でなくても使えるようです。松島一の坊さんに到着しました。建物入り口は七夕飾りのマットです。以前に公開した作並の一の坊さんの動画がなんと21万回もご覧いただき、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。一の坊さんの系列ではゆともりクラブさんへもお邪魔しました。どちらもそれはとても充実した時間を過ごさせていただきまして、松島の一の坊さんにもぜひ行きたいとかねてから思っていましたが、少しお値段設定が私の予算に合わず、今回は県民割の延長でなんとか私の予算で行けそうだったので、思い切って来てみることにしたのです。チェックインはこちらのロビーで座って行います。希望すればお部屋までの案内もしていただけそうです。一の坊さんといえばオールインクルーシブ、これをとっても楽しみにしてきました。お部屋に行く前に早速海の見えるラウンジに立ち寄りました。まずはこちらのソファー席のエリアにあるのがコーヒー類やフレーバーシロップにジェラート、そして紅茶やお茶、軽くつまめるお菓子類やソフトドリンクがあります。散々迷ってこちらのコールドクレマにしました。コールドクレマとはアメリカで話題となり、日本でも大注目の泡かっこクレマを楽しむコーヒーです。そしてもちろんジェラートもいただきます。私はもちおミルクにしました。トッピングソースはチョコレートとキャラメルがありました。キャラメルにしてみたのですが、チョコレートも食べたくなってしまいまして、なんとどちらもかけてしまいました。海に向かってソファーが整然と並んでいます。なんと牡蠣のクッションです。めっちゃ手触りがいいです。ちょうど一番前の特等席が空いていました。足が伸ばせるタイプのソファーもありました。こちらは毎日開催されるラウンジコンサートの予定表です。ラウンジにはスタッフさんがセレクトした本や雑誌がある、海と過ごすライブラリーがあります。写真集や小説、雑誌などがあり、お部屋へ持っていくこともできます。気軽に楽しめる雑誌系が多いのもリラックスできて私は好きです。こちらのムーンライトバーは夜7時から本格的なバータイムとなりますが、この時間は生ビールやスパークリングワイン、松島一の坊オリジナルのコーヒー焼酎などが楽しめます。もちろん先ほどのソファの席やお部屋に持っていくこともできます。私はもちろんスパークリングワインをチョイス。ずっとアルコールが入っていたと思っていたのですが、編集中によくよく見てみたら、なんと私が飲んだロゼはノンアルコールでした。アルコールが入ってると思えばそんな気分になるものです。こちらのちょっと大人な雰囲気のバーカウンターにも座ってみたいと思います。本人は至ってアルコールだと思って気取って飲んでおります。さて、やっとお部屋へと向かいます。松島一の坊さんには大きく分けて3つの建物があり、私のお部屋はそのうちの花鳥館という建物の中にあります。エレベーターを待つ間にも絶景が楽しめます。こちらにも本が置いてあるスペースがありました。そしてコーヒーのサービスもあります。こちらの花鳥館には露天風呂付きのお部屋があるフロアがあるのですが、そちらのフロアだとコーヒー以外にもいろいろ置いてあるようです。いつかはそんなお部屋にも泊まってみたいものです。こちらはなんとフロア専用のプライベートライブラリーです。テレワークスペースとしても使えるそうです。こちらの本も地元に根ざしたような冊子もたくさんあって、一冊お部屋に借りてみました。ここが私の本日のお城です。すごく広いです。本当はここで自分の感動した言葉で編集をしたかったのですが、なんかすごい大根っぽくなってしまったので、やはりナレーションをいきたいと思います。まず入って右手にはお手洗いがあります。反対側は洗面所のコーナーです。下の段にはドライヤーやバスマットが置いてありました。こちらの小さな鏡も朝のメイクタイムなどにかなり役立ちました。アメニティはこちら。シャンプーやリンスにボディシャンプー、そして歯ブラシセットなどが置いております。こちらの洗面台、キラキラしているのはわかりますか？さりげなく高級感が出ていて嬉しくなります。こちらはシャワールームです。バスタブはないタイプのお部屋になります。そしていよいよお部屋に入ります。お部屋は最上階のデラックスツインです。大きな窓の奥に絶景のオーシャンビューが広がります。ベッドサイドのテーブルには調光できるスタンドライト、コンセントに USB ポートも完備しています。こちらは広々としたクローゼット。ドアを開けると自動的に明かりがつきます。お風呂に持っていくときに使うかごちゃん。中には靴下とフェイスタオルが入っていました。セーフティーボックスもこちらにありました。引き出しには電気ポットやグラス類がありました。そしてなんと上部に冷蔵庫がありました。ベッドは眠りにこだわるシモン社製を代表するゆったりとしたダブルサイズのプレミアムマットレスとのこと。もう一つのベッドにもバスタオルが2枚置かれていたので、1人2枚使えることに間違いなさそうです。大きな窓に向かって広い1枚板のテーブルがあり、ワーケーションにも向いています。このおしぼりは緑調に使ったのですが、それでも水分たっぷりなままでした。館内着はフリーサイズです。上着がね、すごくほっかほかしてて、干したてのお布団のような、乾燥機から出したての衣類のような、とにかくすごくとても気持ちが良かったです。温泉は3カ所あり、2カ所が夜と朝とで男女入れ替えとなるため、まずは800屋島という露天風呂から入ってみます。こちらは先進館の5階にあり、お部屋からはちょこっと遠いです。ちなみに藤田恭平ガラス美術館へもこちらから行けるので、明日の朝にでも行ってみたいと思います。こちらは一の坊の最上階に位置する露天の湯。大きな屋根が特徴的で、雨の日でも雪の日でも天候を気にすることなく松島の絶景を味わうことができます。とても滑らかなお湯で美肌効果が期待できるようです。お風呂上がりにはまたバーに寄ってスパークリングワインをいただきます。ビールも飲みたかったのですが、一杯飲んでしまうとお腹が満腹になってしまいそうなので、まずは量を調節して、今度こそ正真正銘のアルコールをいただきます。一旦お部屋に戻ってから、お待ちかねの夜ご飯へといざ繰り出します。レストランの入り口でビュッフェやワイナリーについての説明はありますが、席は自由なので、一人で撮影していても周りの目にあまり触れなさそうな場所を吟味します。見つけた端っこの席はゆっくりできそうな最高の席でした。お料理がある場所まで一番遠いのがちょっとネックですが、その分リラックスできそうです。ドリンク類から、まずはお料理見ていきたいと思います。まずはミネラルウォーターからソフトドリンク各種、そしてカトラリー類、この辺りはアミューズ類になります。アルコール類は基本ワイナリーにありますが、お料理に合わせたものがちょいちょい一緒に置いてあります。この辺りは焼きたてパンやライ麦、カンパーニュ、自家製いちごジャムなどが置いてありました。白ワインのソースになりますね。あ、大丈夫ですね。お願いします。お寿司にわさびを入れてもいいかどうか聞いてくださいます。和食に合わせて日高みが置いてありました。お造りとおしのぎをいただいて、待ちきれず早速仙台牛のコーナーへと向かいます。赤ワインおすすめいただき、本日の夕食1杯目は赤ワインに決定です。その他、稚鮎の南蛮漬けや夏野菜とうなぎの焼き浸し、仙台肉味噌うどんに鯛めし、一の坊オリジナルブレンド米ほのいちなど、日本料理、フレンチとたくさん並びます。デザートも食べられるようにお腹を調整しておかなくてはと思います。お皿で自分で取り分けられるスタイルなのがこのオーダービュッフェスタイルで、とてもスマートでいいスタイルだなと思います。このブリュレは絶対食べると心に決めました。タルトもとっても美味しそうです。そしてこのスイカもとっても心を惹かれる赤色ですね。最初に持ってきたのはこんな感じです。和と洋にかかわらず好きなものを好きなだけ食べられるシステム、なんて素敵なのでしょうか。強いて言えばトレイがないのでお皿を2つくらいまでしか持ってこれないのがちょっと不便でしたね。でもきっとそれも考えがあってトレイを置いていないのかなと思いました。たくさん持てると供養量以上に持ってきたくなりますしね。それでは赤ワインでお疲れ生です。1杯目に赤ワインを飲むことも少ないのですが、こうなると早く仙台牛が食べたくなります。まずはトウモロコシムースをいただきます。そして季節野菜のピクルス、富士ファーストが成功しております。そしてこちらが粒貝のアーリオオーリオです。貝類がとても好きなので嬉しいです。全然お酒とマリアージュできていませんが、赤貝が美味しそうすぎて赤貝の寿司に手を伸ばしてしまいました。そして早くもお肉に着手。赤ワインもあるし焼きたてのうちにいただきたいと思います。お塩をつけて一口目はいただきます。すっごいこちらですね、口の中でめちゃくちゃとろけました。すっごく美味しいです。このお塩もすごいね美味しいんです。大粒で味がしっかり整えられますね。ずっとお肉とお寿司の無限ループでもいいのかと思うぐらいすごく美味しいです。そして次はわさびのソースをつけていただいてみたいと思います。次にブルーベリーのソース、どちらもすごく美味しいのですが、やはりシンプルにお塩でいただくのが一番美味しかったです。次にワイナリーに来てみました。空になったグラスはこちらに返却するようです。徹底した温度管理のソムリエ厳選ワイン、地酒や生ビールなどが揃えられています。スパークリングワインも毎度のこと気になりますが、まず今回はどうしましょうか。一通りチェックをしてみてから、やはりお寿司やお作りに合うもの、まずは生ビールをいただきたいと思います。生ビールはこちらの4種類あります。こちらも一通り悩みますね。やはり後で教えていただいたのですが、一番右の私の中で謎だったビールは朝日さんから最近出た種類のようで、スパークリンが好きな人には特におすすめということでした。グラスもこのぐらいの大きさだと大きすぎなくていろいろ楽しめる感じで良きです。そして気になっていた白桃の冷製スープもいただいてきました。見た目にもとっても映える器にピンクのスープ、もう目からとっても美味しいです。舌触りがとっても滑らかで、デザートにも良さそうな味わいでした。ついついスプーンが止まらなくて、一気に食べてしまいました。次はビールでお作りをいただきます。やっぱりお刺身にはビール、もしくは日本酒ですよね。本日初のビール、すっごく美味しい激うまです。そしてマグロ、こちらもすっごく美味しいです。そしてどうしてももう我慢できずにいたこのトロ、トロのお寿司もいっちゃいますね。おかわりもしたいところですが、やはり他のものも気になるのでおかわりはやめにして揚げ物のコーナーに来ました。ライブキッチンで目の前で揚げてくれて、そして揚げたてをいただけるのが最高の幸せです。そしてフカヒレの茶碗蒸しもいただいてきました。蓋が厚くて開けられないほど熱々で最高です。こちらの見てください、とろーりとした贅沢な茶碗蒸し。こちらもとろっと口の中でとろけて美味しかったです。そして椎茸の天ぷら、この音聞こえましたでしょうか。揚げ物はライブキッチンで揚げたてをいただく幸せを知ってしまうともう戻れなくなりますね。どこへでしょうか。エビちゃんもとても存在感があり、プリップリとしてすごく美味しいです。またまたワイナリーへと現れたミニコです。今回はラインナップももう少し詳しく見ていきたいと思います。作並の一の坊さんほど種類は多くはないですが、少数精鋭といったところでしょうか。そして禁断の炊飯器の蓋を開け、鯛めしを少しいただくことにしました。まだ食べてないあれも食べようと思います。そう、牛タンです。牛タンのオーダーが続々と入っていて、目の前でたくさんの牛タンがこうして焼かれているのを見るのもすごく楽しいです。焼きたて牛タンを早速いただきます。もうお箸で持った感じがすごく柔らかいですね。では、いざ。すごく柔らかくてめっちゃくちゃ美味しいです。これももう幸せすぎますね。ドリンクもいろんな種類を少しずつ味わえるのがすごく嬉しいです。オールインクルーシブ最高ですね。せっかく買ったプレミアムのヘパリーゼを飲むのを忘れてしまったので、明日アルコールが残らないかだけちょっと心配です。そして鯛めしをいただこうと思います。わさびをつけてくるならそばにあっただしのようなものをかけてくるべきでした。軽く酔っ払っているようです。でも美味しいからよしです。白ワインにもとてもよく合います。またワインセラーへと向かいます。今度はスパークリングワインにします。もうだいぶお腹も膨らんでいますが、このブリュレだけは絶対です。スイカも美味しそうだったのでタルトも食べたかったのですが、さすがにお腹がちょっと無理そうです。このパリパリとした焦がされた部分としっとりとした美味しさのカスタード部分のハーモニーがすっごく幸せで、それはもうとろける美味しさでした。そしてスイカ、色がはっきりと赤くてみずみずしくて、もう見た目にも美味しいの伝わりますよね。ブリュレもう一つできれば食べたかったです。でもごちそうさまでした。もう大満足です。時間いっぱい粘って食べたいぐらいでしたが、粘ってもお腹の容量が空くことはないので、この辺りで退散したいと思います。と言いつつも、今度はラウンジに移動しました。なかなか氷がつかめません。フレーバーウォーターで胃を整えようと思います。でもちょっとだけ、さっきチーズ食べなかったのでクラッカーとチーズ、それからチョコレートもちょこっとだけ食べます。トングうまく使えますでしょうかね。足を伸ばせるソファーで少しくつろぎます。ロビーも昼間とはまた違う雰囲気で、テーブルには青い炎が出て幻想的です。エントランス付近を少し散策してみたいと思います。やっぱりこちらに引き寄せられてしまいます。こうなると頼まずにはいられません。カクテルもお部屋に持っていくことができます。お部屋で飲もうと思ったのですが、言いそびれてしまったので、ここでいただく方のグラスで出していただいたので、またカウンターに座りました。私がいただいたのはグランブルー。グレープフルーツとパッションフルーツの香りとそのビジュアルに惹かれました。くるくるかき混ぜて素敵なブルーになりました。ノンアルコールもあったんですけれども、もはや飲みすぎ以外の何物でもないです。先ほどレストラン入り口やワイナリーで説明してくださったスタッフの方、私の脳内ではアルコさんと呼んでるんですが、そちらの方がお庭で焚き火もする予定と教えてくださったので、行ってみることにします。お庭へはラウンジ近くのエレベーターから出ることができました。ラウンジ自体は3階に位置しています。このガーデンなんとかですね行ってみたいと思います。アルコさんによると、天候次第で開催されない場合もあるので、特に告知をせずひっそりとやっているようです。5階の電気がついているお部屋が私の部屋です。さて、焚き火も楽しんだところでお部屋に戻ります。バーの営業時間はそろそろ終わりなので、お風呂上がり用にビールをテイクアウトカップに入れてお部屋に持っていきます。ただ単にこのマシンを使いたかったという説もあります。お部屋でしばし休憩した後、庭がスパというサウナ、岩塩岩盤浴、内風呂があるお風呂へと行きました。酔っ払いにサウナは危険なので、岩盤浴だけ数分、申し訳程度に寝っ転がって、内風呂でゆっくりしてきました。ここにもお風呂上がりに雑誌などを読んでゆっくりできる椅子も用意されています。お部屋に戻り、先ほどテイクアウトしたビールと、そしてお水を飲んでおやすみなさい。朝です。お風呂に入ってからご飯にするか、ベッドの中で葛藤した結果、睡魔が勝ったミニコです。おはようございます。ちなみに朝はワイナリーは開いておりません。ラウンジ含めアルコールは朝はない感じでしょうか。端の方から一通りビュッフェを見ていきたいと思います。まずはスムージー、そしてシーザーサラダがあります。そしてパンが数種類置いてあります。反対側には焼きたてフレンチトーストがあります。アイスを添えていいか、アーモンドを乗せていいかなど細かく聞いてくださるので、アレルギー等がある方も安心なのではないでしょうか。そして次に注文したライブキッチンがこちら。シェフこだわりの煮込みハンバーグです。それからホタテ貝のチャウダーもいただきました。他に焼き笹かまぼこのライブキッチンもありました。他にもスモークサーモンやブロッコリーとエビのジェノベーゼ、そしてマッシュルームのピクルスなどもありました。フルーツ類も種類は多くありませんが、少数精鋭といった感じです。質が大事ですね。そしてノンアルコールのスパークリングもありました。宮城のブランド魚、金華サバの竜田揚げも美味しそうでした。宮城米、伊達政夢のおにぎりは人気のようで、1人3個までとのこと。そしてこちらのすじこもすごく気になりました。この辺りからはコーヒーの良い香りが鼻をくすぐります。持ってきたのはこんな感じです。席は昨日座った席が空いていたので、またそこにしました。お隣の方も同じご家族の方でした。おじいちゃんおばあちゃんとお孫さんといった感じで、すごい微笑ましかったです。昨日の夜にあんなに食べて、まだ消化もしていないはずなのに、どこにこんなにたくさん入るのかといった感じですが、早速いただきます。まずはノンアルコールのスパークリングワインで乾杯です。毎朝飲みたくなりますが、この非日常感がいいんでしょうね。そしてベジファーストも成功しました。料理を取りに3往復ぐらいしている間に、ちょっとアイスが溶けかけてしまいましたが、フレンチトーストに無事にアイスをオンします。こちらは仙台いちごとミックスベリーのスムージーです。これもむっちゃくちゃ美味しかったです。もっとお料理のそばに座っていたら、あと2杯は確実に飲んでいたと思います。遠い席で良かったのかもしれないです。そしてホタテ貝のチャウダーも安定の美味しさです。そしてシェフこだわりの煮込みハンバーグです。この目玉焼きのちょうどいい半熟度合い、最高です。私は黄身はこのくらいが一番好きなのですが、皆さんはどんな固まり具合が好きですか？よかったらコメント欄などで教えてください。それにしても食べ始めるとどんどんお腹の容量がく感じがして、胃袋はどうなってしまったのでしょうか。きっと胃袋がおバカさんになってしまったんでしょうね。それにしても朝から幸せすぎます。クロワッサンを持ってテーブルに戻ってきた時、フレンチトーストの存在を一瞬忘れていたので、パンがかぶってしまったと思ったのですが、これはこれで大正解でした。このクロワッサン、バターの風味が絶妙ですっごく美味しいです。さらに追いバターでさらに美味しくなって、ほっぺたが落ちてしまうかと思いました。ごちそうさまでした。人気のおにぎりまで到達できなかったのが心残りではありますが、最高に美味しい朝ごはんでした。近くのテーブルにはお一人様女子がいらっしゃいました。昨日もレストランやバー、焚き火の時も見かけたので、お一人様が私の他には2人ほどは確実にいたと思います。食後のコーヒーは海を見ながらゆっくりいただこうと思い、ラウンジへやってきました。こうして左にカップを置いていただけると、間違えたところにカップを置く失敗がなくなるので、私のようなおっちょこちょいには大変ありがたいです。ひとまずお部屋に戻り、もう一つの風呂、五代館へと向かいます。お部屋のホテル案内には月ごとの日の出時刻が書いてありますので、その時刻に合わせて露天風呂を楽しむのも良いかと思います。お風呂を出てその足で藤田恭平ガラス美術館へと向かってみます。こちらも館内着で OK です。宿泊客は入館料も無料になるのも魅力です。その後はそのままお庭散策へと向かいました。この辺りはいろいろ調べてみたのですが、いまいち内容が分からずじまいでして、用途は分かりませんが、この佇まい大好きです。そしてこのまま散策路を歩き、水上庭園やチャペルの方へ向かってみたいと思います。昨日のアルコさんの話によると、今はコロナの影響で結婚式はしていないようです。そして水上庭園は世界の日本庭園を手掛けた造園家中島氏が設計した7000坪もの日本庭園だそうです。すごくいいお天気で、緑の芝生と空の青、ずっと眺めていたくなりました。またしてもラウンジに戻ってきました。今回は白桃ジュースを飲んでみたいと思います。ラウンジめちゃくちゃ活用しまくりです。白桃ジュースは飲む前はどんな味かなと思ったんですけれども、飲んだらそういえばそうそうネクターっていう感じで、ネクターを思い出しました。他にも煎茶のティーバッグやハーブティーなども用意されています。そして売店、セレクトショップ海の色も覗いてみたいと思います。宮城を中心とした美味しいものやグッズ、そしてもちろん地酒などもたくさん販売されています。ホテルのオリジナルウェアやバスアメニティ、レストランで提供している牛タンアイテムなどもセレクトされているということです。私の目当てはもちろんこのかき型のクッションです。一目見て一目惚れしたので、これは買って帰ります。そしてその足でチェックアウトをしてからお部屋に行こうと思います。向こうに見える機械で朝の7時半からチェックアウト時間の11時まで自動生産が可能です。そしてまたしてもラウンジに寄ってからお部屋に向かいたいと思います。コールドクレマコーヒーがすごい美味しかったので、最後にお部屋で飲んでいきたいと思ったのですが、こんなに泡になると思わなかったので、これが正しいかどうかわからなくてうろうろしていたらすごい列をなしてしまったので、とりあえずこれを持ってお部屋に行きたいと思います。クッションのお値段は3300円なのですが、クーポン券が2000円あったので実質負担は1300円で済みました。そして何といってもとっても名残惜しいので、あまり使えていなかったこのテーブルと椅子のセットに座って先ほどのコールドクレマをゆっくり楽しんでいってから準備をしたいと思います。もう時間もギリギリなので、やっとお部屋を出ようと思います。お部屋の鍵を返却ボックスに入れれば、もう手続きは完了です。お帰りも予約不要のお送りバスを使わせていただきます。お帰りは松島海岸まで行くことにしました。今回もとても充実した滞在でした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等お待ちしております。よろしくお願いいたします。